げえな、彼女と住んでる家でデリヘル呼ぶんだ。なんか何回か呼んだっけこれ。え、なんかいいの？別れたいの？あー、でも、あら。呼びたからさ。あ、今ね、そう、ちょっと、うがいしてもいい？はいはいはい。なんか、何回か呼んでるね、これ。結構仲いいね。顔見知りっすね。指名してほしい。一緒にシャワー入った？はぁ。一緒に。シャワー入っても他にも一緒にしちゃおうみたいなことじゃないですか。もう慣れてますね、二人あうんの呼吸だもんな。そうだね。だけどまあ、アウトアウトですけど、ね。浮気相手とかじゃないならまだ、まあその彼女さんの捉え方ですけどね。まあ。でも普段自分が生活しとるところでね、ちょっとそれはアウトよ、絶対間違いなくアウトですけどね。なんか結構喋るんだ ね、 ね、シャワー中もね、なんか楽ないね。いやもうちゃんと拭いて出てくるベトベトですよ。いや自分自体やっぱり仮面ベトだな。もう急掃除したでしょ。もうなんで一回やったら大丈夫だよ。あ、俺そう決まりとか好きじゃねえんだな。なんかそういうさ、なんか俺をなんか縛るなって感じなんだ。縛ってほしくないの？俺そういうの嫌いなの？ねえ、全部彼女さんに甘えてんのに。ねえ、嫌いなの？縛られんの？嫌いだよ。ルイは嫌いだよ、縛られる。そうでしょ。十二号。あれ？今日は彼女さんは？今日ちょっと北海道。北海道。いいでしょ。でも。普通に座るね、ベッドの上にも。まあまあまあ、ね、何が苦しいの？漢字ラーメンなの、なんか。何漢字ラーメンって。なんかさ、もうあいつ、もう正直言って別れたい。別れたい？別れたい。お前が言うの？ルミにそんなこと言わんまり言わなかったよ。まあ、いつも嫌だなと言ってたけど、別れたいとか。さあ、もうあいつでもう出てってほしいの。俺んちなんだよ。ちげえだろ、彼女さんの家でしょ。嘘ばっかり言ってますよ、こいつ。腹立つな。そうだよ。でもう縛るしさ、あれやっちゃダメ、これやっちゃダメ、うん、女となんか喋るなとか、なんかもう嫌なんだよ。お金ももう何回か取ってるでしょ、これ。もう当たり前になってますね。ね、嘘ばっかり言って、真逆ばっかり言ってますよ、これ。うん、これがロックなのかね。自分の中で。いや、だけど結構。かわいそうじゃないですか、彼女さんももう35とかでね、いろいろと。考えてると思うし。あー、電気した。あら。始まった。楽
楽しそうだな。すごいよ。さっき一回さ、だけど、とか言うなよ。やっぱ一人エッチしてたんじゃねえかよ。なんで一人エッチした後にデリヘル呼んでんだよ。すごいね。めちゃくちゃ好きだな。まだ、まだ29だからね、お強いんですかね。貯めとんかね、こういう彼女がいない時にいろんな遊び方するためにみたいなね。え、俺何いいの、翼早く返して。え、あれ、え、ちょっと、はい、え、デリヘルでしょ、ダメですよね。ねえ、アウト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 のやつよね。ね、これはこれで、なんか違う意味というか、ちょっと YouTube 流せないですね、ここはね。この後では依頼者が OK って言ったら出す箇所ってことよね、まあ、依頼者とは、まあまあまあ、とりあえずね、ゼロエンターっていうのは全部、まあ、彼女さんにね、お見せしてからの判断ですよね。まあまあね、依頼者もそういうことはあるんだろうなと思いつつの依頼だしね、想定しての。うん、なんかすげえ彼女さんの文句とか、うん、金俺が全部払ってるとか、側面がすごいな。そっかしね、自分を正当化してね、被害者ぶって、で結構ちょっとこれもう一回、二回戦じゃない、この感じで。これレッドスト僕思うんですけど、まあ、うん、今回の件はまだこの彼氏彼女じゃないですか、うんうん、あの結構夫婦のご結婚されてる方の浮気って、うん、旦那さんしてるケース多くないですか。いや、そう残すよね、はあ、あれなんでなんですかね。これはあの本当あのあるあるなんですけど、奥さんが大体そういう動画をね見つけるのよね。旦那さんのファイルの奥の奥まで、うん、潜入して見つけて、うん、してますみたいな、そういうのをまた僕らが見てくださいって見て判断とか、うん、これあるあるですよね。で結構ね、そのファイルの名前とかも雑なのよね。下手したら丸日とか書いてるぞ。いや、それはもうなんかそこに秘密あるんだろうってことですよね。あるよ、それはね。いや、愚かだなと思うね。雑だな。あれはそういうことしてね、バレるんですよ。そうな、ね、結構ね、また雑なのが、はい、じゃあパソコンに保存したらまずいと思って、うんうんうん、あの Google ドライブとか、はい、クラウド系バレるバレるバレる、そう、あの、うん、アカウントとかもねバレたりするんで簡単に、うん、そこでね発掘されたりする人も結構おるよね。やっぱそうなんですね、うん、めちゃくちゃずっとだなこれ、うん、結構長い目で流れてますね。逆に元気してくれてよかったよね。まあそれでもなんとなくこの賭けで分かりますけどね、何してるかね。遮光カーテンじゃないからね、ちょっと明かりが入ってきて、うん、あ、対象者が立ち上がって、お話聞いてて多分ダメな彼さんなんだろうなと思ったら、うん、案の定でした。うーん、あ、電話だ。